どうもラフターズの皆さん、今回は溶鉱炉使っていろいろ作っていくわ。なんというかこのゲームの溶鉱炉、餅つきの薄に見えるよな。もしくはゴマとかすりつぶす石臼。それでここに砂をセットしたら、水を入れてキネで叩けば OK。砂で餅って泥団子の上位互換。それで焼いてる間暇だから近くの島探索してたら、蝶つがいとブドウのベトベトゲット。マジでブドウのベトベトだぜ。蝶つがいは金属から作成できて、ブドウのベトベトは海藻を精錬するとできる。なんでこんな名前かは謎だぜ。蝶つがいは要するにカップルの蝶。蝶ですらリア充してるのにお前は作ってないだけだし、彼女なんて余裕で作れるし。それで砂が精錬されてガラスができた。精錬したてのガラスを素手で触る。あったけー。暖かいで済む問題じゃないと思うけど、ガラスもいろいろ作れるようになる。要するに素材は全般的にいろいろ作れる。そりゃ素材なんだし当然だろ。銅鉱石を精錬すると銅インゴットに。意外でしょ。未プレイの人でも予想できてると思う。そしたら金属で固定式アンカーを作成。要するに怒り、使い捨てのもあるんだけど、使い捨ては使い捨てだから使わないわ。使い捨てのままではいけないと思う。だからこそ使い捨てのままではいけないのです。これを下ろせばイカダの動きが止まる。まあマジでザイカリなんだぜ。想像通りって感じのアイテム。それで奥にちょうど島が見えるから探査なんかめっちゃ高くない？ 3776 メートルぐらいあるかもな。あれがこの世界の富士山だったか。野郎ども。停泊だ。怒り下ろせ。怒り下ろすバージョンのそれはダサいかも。これでイカダが止まる。安心して探索できるわね。作らない方が面白かったのに。置いていかれたら大惨事になっちゃうからやめて。今まで見た島の中で一番広い島ね。一番広い島ね。島根に一番も二番もないから。島根はもともと特別なオンリーワン。世界に一つだけの島根。島根は6708平方キロメートル。特産品は出雲そば、しじみ、島根和牛。島根ガチ恋ぜやめろ。こんなところに鳥がいる。鳥がいる。かっこ槍を持ちながら。こいつの顔すっごい腹立つんだけど。煽り画像として使えそうな顔してるな。ちょこまか動いて小賢しいし小さくて攻撃当たらないし。くっそ溶鉱炉で焼いて食ってやる。焼くどころか骨まで溶かせるな。しかも移動速度的に追いつけないし。追いついたと思ったら攻撃当たらないし。お前なんか知るか。バーカ。負け惜しみがダサすぎるだろ。いつか他の武器作って復讐してやる。あいつは特に何もしてないと思うけど。まあでも顔面が煽りだったし。その発言の方がよっぽど煽りでは。そしてなんか鹿みたいなのもいる。こいつなら勝てそう。いざ尋常に勝負。一方的に殴るだけ。ただこいつ体に毛が生えてる気がする。ワンチャンこれで羊毛取れたりしないかな。羊毛をカットできるツールだな。果たしてこいつは羊なのか。羊にしてはなんか首長い気がする。この生物はラマニョンね。普通にやっても刈り取れなかったし、殺してから刈り取ればいけるかな。ちなみにラマから羊毛を取るにはラマを手なずけないと刈り取れないニョン。思いっきりぶん殴ってるけど。まあ死体から刈り取ればいいでしょ。ちなみにさっきの鳥も手なずけれるニョンよ。片っ端からぶん殴ってたけど追加となってやった。後悔はしていない。それで撃破。そしたら羊毛を刈り取る形をしているだろう。ただし死体からは刈り取れない様子。まあ今度手なずけて羊毛集めようか。編集時まで手なずけれるの知らなかったしな。それで島を探索してたら、次は明らかに敵みたいな生き物出てきた。めっちゃ嫌な予感するんだがこのイノシシ。案の定突進してきた。タイミング見て殴らない。もうやばい、捕まったんだけど。しっかりかわして攻撃しないとやばそうだな。今すぐゾロリの元に送ってやる。イシシかノシシかどっちだ。突進してくるし多分イシシ。ノシシは突進しないイメージ。というかこいつの突進さ、遮蔽物使ったらどうなるんだろう。突進が右にそれたな。人間の知恵の力、知識があればイノシシにも勝てる。ただし使ってる武器は木の槍。知識の地の字も見えない武器だけど。木の槍は人間の優秀な文明よ。槍で悪い空間を遠ざけてフックで良い空間を引き寄せる。というかこれ完全に勝ち確きた。イノシシじゃこんなとこ攻撃できないでしょ。私の完全嘘です。ごめんなさい。調子乗りました。許して。即落ちにコマ。物理的にも木の上から落とされたしな。まあでも遮蔽物使えばだいぶ楽。人間様に逆らったことあの世で後悔しな。こいつはサメと同じ感じでいろいろ回収できるみたいだな。手に入ったのは皮に肉。皮はいろいろ作れそうだし、肉は焼肉、夜は焼肉っしょ。佐藤太郎さん。あとはイノシシの頭。これで私も人気者。どっかで見たことある見た目になったな。めっちゃ中身生臭そうだけど、殺したてのくり抜いた頭だからな。それで島探索してたら、
ソトリオブザイヤー2025受賞の鳥がいる。未来で賞授与した鳥？あの鳥も敵なんだけど、めっちゃ面倒で、空から岩を落として攻撃してくるわ。殺意とんでもなさすぎない？絶対に殺してやるって意志を感じる。というかさっきのイノシシでも思ったけど、海より地上の方が危険って切ない？地上には他にもクマとかの敵がいる。冗談抜きで最強の敵は海より陸にょん。海のゲームあるあるだけど、重要なものは陸にありがち。蘇るアイスワームに襲われた記憶。しかもあいつ飛んでるせいで攻撃当たらないし、その上で岩を空から降らしてくる。カラスとかよりも害鳥でしょ。岩落としてくるのはさすがにヤバすぎる。それで島の外周を一周した。それで思ったんだけど、そこの右の岩のところなんかありそうじゃない？最初にイカダを止めたところだな。私の血がそこにお宝があるって叫んでる。なんなら血が叫びすぎて鼓膜破れた。自分の血液のせいで自分の鼓膜をブレイク。行くぞ私、ロッククライムだ。たけしとサトシの高速移動かな？行くぞマリサ、ロッククライムだ。おう？きっとこの岩の中には金銀財宝がある。金銀どころか世界のすべてがここにある。ワンピースかな？ここから降りれる。いろいろありそう。これ出れるよな？水中から出れるっぽいわね。なんなら水中から入るべきだったのかも。箱が落ちてて、金属とかいろいろ入ってたな。銅とか金属はかなり使うからありがたい。いくらあっても困らないぐらい。いくらあっても困らない。いくらは大量にあっても困るかな。ここが多分本来の入り口だと思う。上から入るのは多分ゲームの想定外。まあ上にも隙間あったしな。あとはこの島の上にもなんかあると思う。行くぞマリサ、ロッククライムだ。おう、とは言ったけどさっきより斜面が急。これもう斜面の急さ見てわかると思うが、明らかにゴリ押しで行ける感じじゃないと思う。これ正規ルート探さないと無理ね。最初に見た影的に絶対にもっと上がある。だいたいこういう場所の上にはいいものがある。それで探してたら明らかに上行けそうな場所見つけたな。登ってくださいと言わんばかりの地形だからね。もはや階段ってレベルなんだぜ。とこの上には世界のすべてがある。ここに世界のすべて2個あるんだけど、片方は別世界線から持ってきたすべてだからセーフ。それで登ってたらクソトリオブザイヤー2年連続受賞の鳥が。2026年も受賞したのか。おら、とっとと席落としてきなさいよ。とっとと、とっとと。一生旋回してるんだけど私のこと煽ってる？これは無謀ことなきクソ鳥なんだぜ。一旦止まって落としてきてからかわす。岩を落とした後はあいつは一回岩を取りに降りる。今が登るチャンスってことで、登り切ったら奥にイルミネーションが見えるな。一足早いクリスマスでしょ。一足どころか今の時期も反対だろ。あっちも気になるけど、まずはこっちから気になる場所を最後に持っていくことで視聴時間を稼ぐことができる作戦。それ言っちゃいけないことだと思うけど、とりあえずこっち側を登ってみたら、上にレッドベリーっていうのがあった。レッドベリー、翼を授けるだぜ。こっちの方がよっぽどブドウっぽいよね。これの方がブドウのベトベト度高いんだぜ。あと他にはなんか建造物の残骸があったり、あとはまた箱、いろいろ手に入るわね。木材も今後かなり使うだろうから集めておかないとな。それじゃあこっち側は探索できたし、反対の光ってた場所目指していこうか。とんでもないルートで目指そうとしてない？直線距離で行った方が早い。普段から私出かけるときは直線距離だし、不法侵入しまくりの移動手段。トラックで片っ端からけなぎ倒してるからセーフ。不法侵入どころの話じゃなくなった。それじゃあ反対側のイルミネーション見に行って、恋に発展して。イルミネーションは定番のデートスポットだしな。それでここにあった光ってた建物は海の家とか経営してる感じかな。焼きそばとかいろいろ売ってそうだぜ。アクセスが悪いのがちょっと難点。あとは治安が悪いっていう問題もある。上から岩落として殺しに来てるからな。ここは本当に交易所らしい。正直全部盗んでもバレなさそうだけど、明らかに店員とかいないよなこれ。いろいろと気になるもの売ってるけど金を持ってない。そして換金できるアイテムもない。圧倒的金欠。スネークイーターって魚もいるらしい。パート1の伏線回収だな。そしたら降りたいんだけど、ここから水中に行けば多分ノーダメージ。なんでまともに降りようとしないの？ちょっとでも時間短縮するのは大事。いや待って、これは足腰を鍛えてなければ即死だった。あの高さで落ちて生きれることある？イージーが思ってた以上にイージーだったかも。アイテムロストさえなきゃそれでよかったんだがな。多分探索しきったし、怒りを上げて漂流さ。おいお前今怒り上げてるところだろうが。こいつ襲ってくるタイミング良すぎるだろ。ことごとく動画の邪魔してくるからね。実はサメ、このチャンネルのアンチ説。それでさっきゲットした川の調査と、箱からネジっての拾ってたからそれも調査。お前の頭から落ちたネジじゃないか。もう全部抜け切ってるからそれはない。それでここから移動しようと思ったけどサメがボロボロだった。こいつ倒して水中探索もついでにしていくわ。いろいろ作るためにマジで水中のアイテムがかなり必要なんだぜ。体を食わせて命を絶つ。体食われた時点で終わりでは？これでサメ撃破。
水中探索もしていこうか。勝利の焼肉は最高だぜ。サメ撃破オフ会で焼肉パーティー。開催日はもちろん8月11日。誰もオフ会に来なさそうな日にち。それである程度いろいろ集めてたら、サメが復活した。そろそろ帰ろうか。こんな島にいられるか。私は漂流させてもらう。普通のサバイバルは島に住むべき。私とイカダは一心同体。だからお前の心も狭いんだな。これから広くしていけばいいから。とりあえず陽光炉を2個にして出航。ただし港はどこにもない模様。私がペリー。私の行った場所に港ができる。開港してください。かなり色々手に入ったし、収穫がかなりある島だった。鳥さえいなければ永住してた。寝てる間に頭に岩を落とされる。やばい、イカダがこの辺に詰まったわ。島から出れなくなった。サバイバルゲームやってたつもりが無人島からの脱出ゲームになったかも。なんとか島から離れて漂流してた。セイレンで手に入る素材がかなり集まったから、いろいろ作っていくわ。金属とかガラスで作れるアイテムは基本優秀なんだぜ。まずはアドバンス洗浄機。燃料なしで水を大量にきれいな水にできる。それとアドバンスグリル。一気に何個も食料を焼けるぜ。一気に焼くぜ。これで食料と水分はかなり安定する。あとブドウのベトベトで足ひれも作ろうか。ブドウのベトベトは優秀な素材なんだぜ。足ひれはそのまんま。水中で移動速度が上がる。しっかり足にひれが装備されてるわね。暗すぎて全然見えなかったけど。あとは弓も作れるって思って作ったけど、矢の素材が今足りないっていう問題。弓だけ作ってもどうしようもないぜ。まあ次回以降から活躍してくれるでしょう。弓があればあの鳥も倒せるかもな。遠距離武器ってだけでかなりありがたいしね。矢があればの話なんだけど、きっと次回は矢を用意して使うはずだぜ。それと最後に金属の槍も作る。作ってから思ったけどさ、金属のフックの方が良かったかも。確かにそっちの方が使う気がするよな。まあいつかしら金属ツールは全部作るはず。そのためには金属集めないとな。あとはストーリーもそろそろ進めたい。やりたいことだらけね。次回からもっとサクサク進めていきたいな。とりあえず今回はこの辺で終わるわ。それではご視聴ありがとうございました。